交流戦、ロッテ戦、見事勝利しました。その中で光ったのは福永。2回先制点、つながる盗塁を見せたこと。4回には貴重な2点タイムリーヒットを打ちました。これまで右打ちなどしぶといバッティングが多かったこと。じっくり相手のボールを見るため、初球は甘い球でも見るケースが多かった。そんな福永が、ワンアウト二塁三塁というチャンスの場面で、初球を引っ張り、レフト方向へのツーベースヒットを打ちました。これまでのバッティングを見る限りでは、初球は見逃すケースがとても多かった福永。さらに、第一打席でもそうですが、ヒットの多くは右方向への打球がとても多いです。そして、ワンアウトランナー二塁三塁という場面で、ピッチャーは左、そして右バッターの福永ということを考えると、右方向に追っつけて、セカンドゴロでも1点というケースでありました。そして、4回の裏の攻撃、先頭バッターの細川がフォアボールで出塁し、5番のビシエドがフェンス直撃のツーベースヒットを放ち、ワンアウトランナー二塁三塁というチャンスを作りました。そのチャンスに迎えるバッターは6番、福永。ワンアウトランナー二塁三塁というチャンスで、初球を引っ張り、レフトへ2点タイムリーツーベースを放ちました。6連敗中となかなか勝てない先発のヒロトに、3点目となる大きなプレゼント、貴重な一打となりました。福永選手はとても野球に対する頭がいい選手だと思います。あの場面で初球、引っ張りに行く、相手のピッチャーの心理をついた思いっきりのいい打撃でした。それではそのシーンはこちらです。どうぞ。